こんにちは、ポラポラです。今日は私がマルタでよく食べていたパスティッツィという食べ物を紹介したいと思います。パスティッツィっていうのはパイ生地の中にリコッタチーズが入った食べ物なんですけども、他にミンチしたお肉が入っているものもあったりとか、いくつかバリエーションがあって、で私が特に好きだったのがチキンが入ったパスティッツィチキンっていうのが特にお気に入りだったんですけど、もうほんとパリッパリですごく美味しくて、もうマルタにいる間毎日これを買って食べてたんですね。でしかも安くて、だいたい1個100円前後で買えてしまうので、もう庶民の味方の食べ物ということでだいぶお世話になりました。で私前にイギリスに1年ぐらいいたことがあるんですけど、イギリスにも似たような食べ物があって、名前も似ててパスティって言うんですけど、どちらが先か分かんないですが、おそらく影響し合ってるんじゃないかと思うんですね。ほぼ同じような食べ物なの で、私はこれが本当大好きで、かなりの頻度でイギリスにいた時も食べてた。そしたらなんと1年で10キロも太ってしまいまして、アンパンマンみたいな顔して帰ってきたっていうぐらい、まあ、好きだったので、もうマルタでパスティッツを見た時はもう久しぶりのこの感じがもう本当嬉しくて、毎日食べるぞって決めてました。まあ、10日ぐらいだったら大丈夫かなと思って。かなり高カロリーな食べ物なので、まあ、日本人で好きじゃない人もいるかもしれないですけども、個人的にはとっても大好きな食べ物でした。でマルタではパスティッツィを売ってる専門のお店があって、パスティッツェリアっていうんですけど、このパスティッツェリアっていうのが朝の7時ぐらいからやってて、夜の10時11時ぐらいまで営業してるっていう、かなりロングな営業をやってるお店なので、もう本当いつでも食べれる安心感で、まあ本当朝も昼も夜も人だかりができている、本当に現地の方が普通によく食べている食べ物だと思うんですけど、他にもパスティッツ以外にもピザとかラザニアとか、 なんかパイみたいなものも売ってたりとかして、そこだけ見るとイギリスとイタリアの食の融合みたいな。お店もチェーン店とかたくさんお店があるので、どこの町に行ってもあるし、どこ行っても食べられるっていう。以上、ポラポラでした。また更新します。